はいえー、まああのいつもご視聴ありがとうございます。まあ、私が動画撮ったところでねあの、まあ、数回の再生なので、まあ、影響力ないと思うのでですね、えー、この斉藤知事さんについてはですねちょっとねずっともうあの、えー、私はもう何にも言わないで見てきたんですけど。うん はい、ここに来てですね、えー、両面両面ああ今ゆうさんっていう方のねちょっとちょっと記事ごめんなさいはい出しますねこれちょっと待って2つぐらいだ2つリツイートしたからゆうさんっていう方がいるんですこ,この方もずっと昔からですね、えー、見てんですけども。 えなんかあ今ピア,ピアノ1個クリックしてるピアノバー,あーこの先生すごいですねこれねスカルラっていう赤松さんっていう赤松先生でこれいつも言ってる美穂先生ね、えー、このガーシュイィンで最後グリスサンドが <laughs> グリスサンドグリスサンドが私嫌いあカフェ・ベヒスタインなんか行きたくなっちゃったこれはいどうもすいませんアマリナードにちょっとごめんとしました、えー、このユウさんねユウさんはいユウさんっていう えー、あのソフトペダルがね治ってればね行きたいってねちょっと書いたんですけどソフトペダルが効かなかったんですねあこれだ「はい、小泉進次郎ちゃんと種明かししてくれている」っていうね「年季80歳ね正社員解雇」っていうねこれ、うん、こんなことね <laughs>、うんあのー、すごい年季80歳なんて、あのー、言わないですよね、うん、よっぽどですよね。うん だからあのそうそうこの間もちょっと言ったんだけど小泉進次郎さんってね、うん、バカなわけがないっていうかね、うんうん、だからまあい,いつからこれ始まったのかっていうねまあまあまあすごい頭がいいとかそういうことは分かんないですけどもね。うん ままあバカじゃないいと思いますね、うん、年金80歳なんてね、うん、これわざと言うんだからね、うん、これわざと言うんだからもう本当にこの通りですよね選ばないでくださいってねでも国民が選ぶわけじゃないからねこれね総理大臣はね、うん、はいこういうこのユウさんねあのあのはい。 このユ「YOU」さんっていうのは「y だけだからねこの人はすごいと思うよ名前がね「y o だけなんだからね <laughs> <本>当に <laughs> うに、ん、だから、うん、そういうことなんですよなんでもね、うんはいうん、私なんかはねまあ高校の方に比べたらねもう本当ポンクラーだからね、うん、も,うもう量何でも量量を頑張るしかないっていうかねピアノでもねうん。うん まあそれでも今ねこういうことがちょっとやっぱねもう気になっちゃってねなか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 ねもう家にいるとピアノできないんですけどねえ出かければいいんですけどねはいこういうことですねはいえバカなふりはなかなか難しいってねうんそういうことですようんどっかでねやっぱりね知性とか出ちゃうんですよねはいねこういうねはいまあいろいろ見てくださいませ、これ y ウさんねはい。 それでこの人の方のね、うん、このねこ方はもう頑張れって言ってるんですねはい、えー、私もねあの頑張ってほしいなと思いますねはいどっちかっていうとね、うんえー、やめてもらわない方がいいと思いますねあとあの前の総理今岸田さん岸田さんでいいと思うんだけどね私ね、うんうん、でも小泉進次郎さんの方がもっとさらにうまくやるかもしれないですね、うん バカなこといっぱいやってくれればね、うんえー、バカなこといっぱいまあやるかやるのは公務員だからねあのいっぱい言ってくれればいいんですよ、うんね、だからあの菅さん菅さんもなんかこうバラしばらしちゃったっていうね、えー、動画いっぱいもうずっと前から出てるじゃないですかね、うんえー、だからねあのあとほらね、うん、NHK でも何でもね、うん あのちょめちょめされちゃう人、ね、政治家もいっぱいいるじゃないですかね芸能人もね、うんえー、松田聖子さんの娘さんとかね、うん、きっとなんかあると思いますよザードとかねえっ、ーえーえー、と何ですかあのほら <laughs> 岡田由紀子さんとかねはうんえー、ちょすみませんが笑っちゃってねうんあの本当にね、うん、まあ私には関係ないからねううん、うん だけどまあそういうこともね全部分かってね芸能界に入るわけだからね芸能界入るってねうんなんだってねうん表と裏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 ,表と裏ねはい一見華やかな中にね裏側はねうんいろいろあるわけですね普通のプロのオーケストラでもあるでしょうねはいはいこの世はね陰謀でできてるんですねすべてねはいこれをねしばらく言いますけどね。 えー、あなた様のね家庭もね奥様の陰謀によって出来上がっておりますのでね奥様の陰謀ねあのはいえー、ねあの本当にね奥さんにね本当にね尽くせばね奥様に尽くせばね、あのー、い悪いことはないと思いますよ本当にね <laughs> 私もそうすればよかったなっうん今本当にそうしたいですけどねもうもうねもう何年も。 合ってないからねもう無理だと思いますけどね。うん、あなんか子供がね一回ねあのあ合わせようとしてくれた一瞬ね <laughs> えでも実現しなかったですけどね。うん、はいまあね、うん、まあまあもうねこのまま一人ぼっちでねもういつも言っいますけど死ぬかもしれないですけどねちょっとね笑いも入れていかないとですね。はい、えー、岡田幸子さんとほらあとほらんだっけ。あの 尾崎豊さんとかね、うんあそれま、昔結構ね結構やってましたね尾崎豊さんねあの記事がいっぱい出てたからね、うんえーまあ、三浦晴馬さんね、はい、いろいろね、はい、そういうのいっぱいあ最近は何ですかあのダチョウ倶楽部のあの方もうだいぶずちますね、はい、いろいろね、えーまあ、志村健さんねあ,のあとほらね えー、志村けんさんでも完璧にこう、まあ、利用されたっていうかどうなのか分かんないですけどね生きてるって言ってる人もいるしね、うん、分かんないですねこれはね <laughs> はい、えー、いっぱいいるんですよ。うん、はいそういうことでですね、えー、この人ね斎藤知事さんねこれは頭のいい人ですからねうん、うんうん、半端なくこの人頭いい人でしょうね。うん、えー 相当いい、いいと思いますね。はい。だから。うん。いそれでね、その、そ、それを出しと、この、なんか、ね、県のね、あのー。役所の人がね。なんか疲弊してるみたいな記事が、ブワーって出てきたんですよ。うん、それね、疲弊してる人はいるかもしれないけどね。うん、そんなしてないような気がしますね、私はね。うん。そう、ね。そういう風に言った方がね、みんな見るからね。うん、何でもね、何でもね。うん。はい。 ね、裏側があるんですよねだから私この斎藤知事のことねえずっとちょっと考えてたんです考えてたっていうかまあそんな考えてないけどうん。えー、それでねこのネットでもいっぱいたいてるからね、うん、うん。で逆ここに来て逆のねこういう方が増え始めたんですよ逆の方がね、えー、ね。 この,方この方だけじゃないですよね、はい、でコメントを見たらね今ねこの人はもう完全にね、うん、これねこうだけどね、うん、だからこの人も結構強いアカウントですよこれでもね、うん、だから本当にこのユウさんでねやっぱりねこの y o さんのようにね、うん、この y o さんのように。 まあ賢「賢者」っていう言葉がありますけどね、まあ、賢者にはなれなくてもね、うん、巻き込まれないよねほら実はいいやつってねほらこの出てくるんじゃないですかね、えー、ほらねいろいろ考えてるんですよみんなね、うん、これはおかしいだろうとね今までねこれ前代未聞ですかねこんだけやめなかった人はね今までいないですからね、うん、う大概はねもうすぐやめるんですよ。 ここの人これやめないもんね、うん、だからなんか信念がないとね、うんはい、朝鮮学校の補助金支出を許まあそうは言ってもねも無理だからね外国の方ばっかりだから、ね、日本はね公務員がね頑張ってやってますからねどん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 外国の方をね日本に増やしてってね公務員がやってますからね。 うん、か公務員ちょっと疲弊してもらった方がいいと思うんですよね私ね、うん、疲弊してないと思いますよちゃんと5時になったらちゃんと帰ってると思うよね、うん、公務員本んろく、うん、なやついないもんね本当にね一人もねこいつって言ってますけどね、うん、もうもうもうね、うん、もう5時になったらねちゃんと帰ってますよ、うん、はい知らないけどね知らないけどね知らないけどですね、うん わかんないですけどね。じゃあちゃんとね、本当にね、国民のことをね、えー、いろいろ書いてあるけどね、うん、国民のことを考えている公務員はまあね少ないと思いますね。はい、そういう意味です。はい。うん、足丸信じてこれ本物かな、本物かな、わかんないな。うん、まあ。 まあ、この石丸真二っていう人は何かね家系があると思いますがこれは本も本人かどうか分からないけどあ本人じゃないねあ <laughs> これほっぺたがこんなになってるもんね <laughs> こういうのをやっていいのかなまあまあ同姓同名だっていえばねあでも写真はねあれ <laughs> はいそういうことでですね、えー、この y o さんねこの y o さんこのような方をね、はいえー、こういうふうにねみんなでね、うん どういういことななのかなってね考えうんだからこのねコメント書いてる人ねもう何も考えてないでしょうんだからそれを言ってんですよ。ねほらいくらもらってんのとかねほらもうすぐこういうなんかね <laughs> 出てきたようんねその前に人間であってほしいってさ本当にそうなのかね。 もう全然ほらね考えてないよねこの人たちねうんだからそれを言ってんですよ全部裏側があるんだってねうんだからそれはねまだちょっと今のところこの記事だけで78.8万とかど簡高いですねうんうんだから分かんないですようんでこのなんかいろいろ騒がれてるなんとか何カニを持って帰ったとかなんとかってね わざとやってるかもしれないしね。わかんないですよ。うん。私はわかんないね。うんという動画でございました。はい、ちょっとね。もうあの本当にね。うん。馬鹿みたいにね。ちょっとコメント書いてないでね。このすべての記事にね。すべての記事にね。絶対ね。この裏側とかあるからね。うん。お、う、得、ん、テレビ局が出すやつね。テレビラジオね。新聞ね。うん。うん はい、ねなんか安倍総理大臣の前からそれ撮ってありますけどね全部見出しが全部同じなんで, <laughs> 全部同じなんですよ、うん、全ての新聞社ねあそれはないだろうってねうんだからそういうことですねそれだから指示が出てるわけじゃないですかね、うん全部裏側をね、うん、考えちょっとでいいからねそんな考えたってわかんないですけどねはい。 はい、どうも長くなってすみません。はい、はい、このゆうさんね、ゆうさん、注目してか。今いくつですかね。あ、二点九万、前もっと少なかったね。はい。はい、二点九万ですね。うん、結構、だから、ね、ほら。分かってきてるわけですよ。この二点九万の方はね。うん、こうやってね。はい。はい、そういうことなんですよ。うん。もっと、私、もうずっと前から見てるけど。もっと少なかったもんで、ね、こんな、いなかったよ。うん。 はい、なんでこのユ、ね、ウさんが増えるかどうかでね、えー、もう全然思考が変わってきますのでねはいはいはいと思うんですねはいはいまあ私が偉そうなことね言えませんのでねはい、えー、ねあの他にも賢者賢者っていうね賢者の方ねいらっしゃいますからねツイッターの中にね結構ねいると思うまあそういう方はね少ないと思いますよフォロワーとかねはいはい失礼しますはい。